川崎鬼木徹監督勇退8年間を振り返るということで、川崎フットボールアディクトの江藤隆さんをお招きしております。よろしくお願いします。はい、聞き手はサンバイグリーンの楓田です。とまずは率直な感想を聞きたいですね。鬼木さん、あ、今年限りかってなった時はもうこんだけ長いからさ、その前にももしかしたら江藤さんの思うタイミングとかあったのかな。いやいや、僕は意外でしたね。全然やれるだろうし、やってほしいなとも思ってましたね。結果は今年出てないですけど、選手の入れ替わりがあったんでね、監督の責任なのかって言われた時に、そうとも言い切れないところもあったので、体制を立て直してね、もう一年やって、でもいいのかなとは個人的には思ってましたけど、意外でした、ね。まあ実績はすごいですよ。17年に監督就任し、クラブ初の J1 制覇でもって8年間で J1 4回、天皇杯も2回、ルヴァンも1回。もうあれだね、 ACL 以外は全部取ったって感じだねACL だけは縁がなかったですね。まあ三笘とかあの辺がいた時が近年の川崎では最強ですかね。2020年21年がやっぱ最強でしたね。20年が3敗年間、21年が2敗だったかな2年間で5回しか負けてないの、リーグでは。ちょっとありえない戦績でしたね、あの時は。これ、現役時代も見てるわけじゃん。そうですね。現役時代、なんかそんなにあの喋るようなタイプじゃなかったんですか。今、おしゃべりめっちゃ上手だけどね、鬼木さん。もちろん、喋りに行けば喋ってくれてたと思いますけど、僕はね、中村健吾とかに行きやすい選手に行っちゃうわけですよ。出てるしね。どっちかというと、もう鬼木さん、下支えみたいなところに入ってたもんね、その頃はね。まあ、やっぱり、ベテランとして、家庭を引っ張っていくみたいな、そういう立場にいた選手だったので、チーム内でのもちろん、人望は厚かったんですけど。なんか、この人、やがて指導者になるんだろうな、みたいなところは、あんま予感みたいなのは？僕はそこまで感じ取れてませんでしたね、そういう意味では。現役時代はね。いやさ、一人の監督と8年付き合うって、俺もう考えられないから、まあ、ベルディってさ、最長で3年なんですよ。みんな3年目が鬼門で、3年目にみんな何かいろいろあって、皆さんお辞めになるのが3年でさ、だから今年上福さんがそれを、まあ、間違いなく更新するだろうというふうにはなってるんですけど、はいはいはい、8年ってどうなの、こう同じ監督と8年一緒に仕事をするっていうの。振り返ると3連覇を目指した19年やっぱりちょっと怪しくて、変えるタイミングだと言われてたんですよね。なんですけど、ここでルヴァンを取ってるんですよ。だからそういう3年目の鬼門は鬼木監督もあったんだけど、クリアはしてました、ね。トータルで見てやっぱ男気がある監督ではありましたね。17年に監督になった時にアカデミーとかアンダーの世代も含めて監督の経験なかったんですよ、鬼木監督って、うん。なので当時の庄司さん、彼は間違いないよって言ってたんですけど、ただその一方で、まあ、唯一懸念があるとしたら、そういう監督の経験がないのはちょっと心配ではあるんだよねっていう言い方をしていたんですけど、うん、逆に言うとそういう心配があっても任せようと思うような人材だったってことですよね。コーチの時代が6年ぐらいあったのか。10年にトップチームのコーチになってるんですかね。で、そこから6年間コーチやってて、監督って感じですかね。コーチと監督ってやっぱ似てるようで全然違うじゃないですか、仕事の肝の部分みたいなところ。まあでも距離感の詰め方とかは多分ね、コーチ時代で変わってないんじゃないかなと思いますね。練習終わりで必ず誰か捕まえて喋ってるんですよ、ずっと。コーチとして喋れる内容と監督とはまた違うだろうから、選手は意識する部分あるかもしれないですけど、距離の詰め方とかね、そういうのはまああんまり見た感じ変わってないんじゃないかなっていうような感じも受けましたね。今江藤さんから出てきたワードで男気であるとか距離の詰め方、やっぱり人心掌握に非常に長けた監督っていうところがやっぱあれですか。うん、それはおっしゃる通りでね、さっきも名前出しました前許可本部長の庄司さんとかがね、ミーティングがやっぱ上手いということは言ってましたね。言葉で聞きつけるというか、言葉でこうベクトルを合わせるっていうのは本当にうまかったみたいで、そういうことは評価として言われてましたね。割と鬼木さんってこう練習後とか記者メディアのところ来ておしゃべりするんだよね。そうですね、まあ今は試合前に一回やるかないかではあるんですけど、その公開日がね、うん、その時はよっぽどのことがなければ立ち話はしてくれますね。じゃあそのメディアとの関係とかもまあずっと良好なんだ。こじれるとかもなく、まあでも成績が悪くないもんな。今年はね、そんな良くないですけど、でも例えば悪く書いてるメディアがあったとしても怒らないんじゃないかなと思いますね、それは。あ、そういうのもあるだろうという感じ、うん、受け入れるというか。そういう言い方すると、僕が1回だけ怒られたことがあって、2020年にフォーメーションを変えるんですけど、ベラボーに調子は良かったんだけど、プレシーズンからね、うん、はいはい、なんだけど、でも局面局面に見るとうまくいってないところもあるわけ、うん、でそのうまくいってないことが
がこういうことなんだろうなって思ってたことをうまくいってなさそうな選手に聞いたところ、うん、思った通りの言葉が返ってきたんで、もしこれで序盤つまずいたりしたらちょっと大変なことになっちゃうそんな感じもしたから、一応予防線としてね、うん、うまくいってない部分もありますよっていうことをね、うん、一歩間違えばそっちに転ぶぞと、そんなに浮かれてばっかじゃダメですよっていう警鐘を鳴らす意味で書いたんだけど、そうするとね怒ってますよと候補から言われて説明をしに行ったんですよ、はい、いい状況の時に悪いこと書くんだっていうことで怒ってると思ったんだけど違くて、うん、その時に名前を出したその選手が他のチームから見られた時に、うん、内部悪いことを言う選手だと思われたらかわいそうっていう方向性で怒ってたんですよ。だからその自分のチームの完成度に対して腐されたのが嫌だっていうことじゃないところでびっくりしたとかね、あ、そういうことなんだとねちょっと感心しましたね。自分の成績が悪いことを書かれても多分怒らないっていうか、それはそれ仕方ないと思っちゃうという人だと思うんですよね、うん、ただ、うんうん、選手のことを悪く書かれるのは多分嫌がるっていうか、監督の考え方が面白いと思ったというか、うん、選手のことを思って怒ってんだっていうのが面白いなと思ったんですよね。さあ今後の川崎ってこの後仕事する人はまあ大変だよね。大変ですね。大変だよね。誰がやっても大変だよねこれね。かなり険しい道にはなると思いますけどね。当然さ、プロの強化部ってちゃんとそれに備えてこういう監督を我々は求めているのであるっていう基本的な考え方があって、うんうん、まあリストアップはきっとしてるわけじゃないですか。おっしゃる通りで、発表された当日に竹内現 GM が会見に応じてるんですけど、はいはい、現状白紙ですって言い方をしてたんですけど、さすがにそれはないんじゃないかっていうことで、リストアップもしてるだろうし、その中でフロンターレらしさだったりとか、まあ、ボールを大事にするだったりとか、攻撃的なサッカーだったりとか、あとその言ってたのは、若い選手も育成してほしいみたいなことも言ってたので、言ったら結果と育成両方出すって難しい部分ではあるんですけど、そういうこともなんか睨んで人選は進めてるんじゃないかなと思ってますけどね、うん、もうこれはね我々の想像ですよ。他のさ相手のあることだからさ、まあその希望通りになるかどうか別にしても、江藤さんがこう考えた中で、じゃ あここに入ってきてもおかしくなっていう監督だったらどのあたりになるんですか。パスサッカーやってる監督さんは大体来てほしいなっていう人材ではありますよね。コギックさんとか、この前ルヴァンで敗れましたけど、松橋監督とか新潟の、ね、ああ新潟ね、でもいいサッカーやってるなと思いますし、フロンターレ結構やられちゃったんでね。あ確かにね、スタイル的な親和性は高そうだよね今の新潟のサッカー、うん、高いと思うんですよ ね。ただまあ新潟さんはもちろん出さないと思いますし、そうなってくると、うん、内部昇格とかもあるのかなって思いながら、ただその引き詰めていくとわからない。まあコーチ陣もね、まあ、言いますし、はい、アカデミーで結果を出してる方もいるのでわかんないですけどね。だからどうなって今後のさ、もうちょっと長期的なプランで考えて、これ中村健吾の指導者コーチとしての入閣みたいなのは、そこも可能性としてはぼちぼち、あ、もちろんあるんじゃないですかね。この次の監督の下でやるかどうかっていうのは、まあ、正直わからないですけど、将来的には視野には入っていると思いますよ。あえて大事にしてる人だから一回外の飯を食わせるってのよくあるじゃないですか。その自分ところに息子に継がせる前に、うん、息子を一回外の会社で飯を食わせてちゃんと知って戻すみたいな、そういうこと考えると、まだその健吾とか時期尚早なのかなとは思ったりもしますけど、まあ、みんな夢は見るよね、まあ大学かなんかでアドバイザーみたいな感じだったかな。現場には入ってるみたいですけど、ただまあトップチームの現場には入ってきてないので、なんかどっかでフロンターレなのか外部なのかわからないですけど、時期にねそこは足固めをしながら、将来的には監督ってことになっていくんだと思いますけどね。あとあの人もいるよね、福島で今監督やって寺田さんとかね。あ、寺田さんね、まあ、寺田さんとか、あのめっちゃちゃんとした人でしょ。そうですね、うん、福島のあの戦力でプレーオフ圏内争ってますからね、うん、この前ちょっと取材させてもらったんですけど、まあ、僕が寺田さんに取材に行くってことは遠からずそういうことを想定していたんですけど、僕もね。だけど、うん、やっぱりそういうフロンタルサポーターに対してコメントをもらえますかって聞いたら、あ、江藤さんちょっといいですかって言われて、いやもういろんな人からね将来的にはどうせ戻るんでしょって言われるんですよ。はいはい、なんだけど僕はそういうつもりで来てるんじゃないんですよと。もう、なるほど、本当では出てるので、うん、腰掛けね、ちょっと半端な気持ちで福島でやってるわけじゃないんですよと。まあ、福島の人にそれは失礼に当たるっていう考えだろうね、うん、そこはね。でも、いやフロンターレの苦境を助けてくれって、頭下げられて何回も何回もってやられたらそれは分かんないんですけど、それはそれでね、評価されてるってことなんで、プロとしてはあり得る話ではあるんだけど、でも、その時、取材をしたタイミングで聞いた時には、もうその、うん、そういう1年でこう投げ出すとかね、2、3年でっていうことではなくて、もう何だったらこの福島で J1 まで上がったいしっていう言い方をしてたんですよね。だから寺田さんも人望も厚い方だし、人柄もいい人だし、そのサッカーに対する取り組み
みだったりとかやってるサッカーも面白いんですけど、だから公認監督にっていう話は全然話をしたら分かるんですけど、ただまだないなっていう感じでした。うん、あ、その後分かんないですよ、どうなってるかは。そっからね、具体的な話どうするか分かんないもん。うん、まあ、いずれにせよあれ、楽しみだね。鬼木さん、ありがとうございましたっつって送り出した後に、川崎としては良きタイミングで、まあ、おそらく年内に発表があるっていうふうに考えていいのかな。そうでしょうね。年内の方が。というのは、その、来年の人事というか、編成をやらないといけないじゃないですか。その時に、監督が決まってないと、やっぱこう、選手も来にくいところがあると思うんで。ああ、そうですね。だからまあ、それは年内の早いタイミングで発表すると思いますけどね。じゃあ、楽しみに待ちましょう。川崎とか ACL 出てるクラブからすると、終わりって感じじゃないのかもしれないですけどね。はい、こう、リーグ戦の区切りはまああるんでね、一つでも上の順位で、鬼木監督に一勝でも多く届けたいってことは選手言ってましたけど、はい、まあ、そういう声をね、ちょっと伝えていければなと思ってますね。スタンドバイグリーンの方は、まさか今の現時点で川崎より順位上にいると思ってはなかったんでね。まあ、残りシーズンもできるだけ1個でも上の順位で、こう、2024シーズンを終えたいなというところ。ね、じゃあ J ロンチャンネル登録をお願いします。今日どうも江藤さんありがとうございました。ありがとうございました。